おいおい、こいつはす…オタク、これが何なのか。だよな、さすがにこんなわけわかんねえけどさ、これ、なんとなく…こらてめえら、現場に近づくんじゃねえ。そっから一歩でも近づいてみろ、まとめて逮捕すっぞ。ち、なんかやかましいのが出てきちまった。現場保存は捜査の鉄則だこら。そいつを乱す輩はこの伊達真紀子様が容赦しねえ。厄介なことになる前に俺はずらかるとするか。ほらそこ、う、あ、お前どっかで見たことあんな。やっべ、おい、あ、てめえ待てこら。どうやら逃げ道こ、ま、物は試しってやつ。どうなってんだ、まるで2つの世界が交差してるみてえだ。うん、俺けどまあ、さすが鬼が出る、まあ、何かが出てから考えようぜ。うん、どうかしたか。は？事務所に状況を報告。つうか何、事務、は？勤め先の探偵事務所？え、えへん V？ じゃなくて電脳探偵？電探偵？マジかよ、すげえな。おい、やっぱオタク斜め上すぎ。いや、褒めてねえし。ま、とりあえず通信は諦めるんだな。俺もデジタルウェーブの状態が不安。まさかデジタルウェーブの説明を後で検索しろ。けんなことより、さっきの電脳探偵の話。いや、誤解すんなよ。別に面白そうだとかやって、純粋な知的好奇心だ。だって変だろ、電脳探偵。いいよ。
やっぱ気に…さあ、聞かせてもらうぜ。今までどんな事件を解決した？てか、ボスが洗いざらい。これは…なんだ？どうした？何？幽霊がいた？エデンで噂になってる白…クーロンでも見た？いや、オタクに限ってそりゃね。それに変なもんが見えたのは頭ん中を探られたような。何？すげえ気持ち悪い。あれは一体なんだ？だま、そいつも進みはわかる。